際を一周してもらいたいなと思って。あーすごいすごいすごい大切だね。上手な、そう上手もうなんか持ってかれそうで、でも持ってかれなくてっていうのがすごい楽しかった。軍祭になんと女子自動車部のやつらが来てます。また俺をバカにする気だな。何しに来た。いやちょっと今日はお願いがあって、私たち4人からちょっと。お前らのお願いなんか聞かねえよ。聞いてほしくて。ちょお願いします。ちょ私もインプレッサー乗ってるんですけど。知ってるよ。あ知ってます。そうインプレッサー乗ってて、お前のツイッター見てるよ。いやだ、私のこと好きですよね。なんだろこの女。あれなんですけど、はい、そのインプに津屋さんが運転するそのインプレッサーで、私たち4人ちょっと軍祭を一周してもらいたいなと思って。高いよ。いやそこなんとか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 。お前美馬さんからもらってくればいいだろ。乗せてください。みんな乗りたいんで乗せてもらいたい。4人は無理だな。22だな。22ならいいですか。あしょうがないな。あなんかポロッと言っちゃった。じゃあ軍祭雪を乗せてやる。やった。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、さあそれでは女子自動車部を乗せて軍祭雪道行ってきたいと思います。そういうことだ。絶妙ですごい。
子自動車部軍祭雪ね、体験しましたけどもいかがでしたか、それぞれ。あ、僕女子じゃないんです。5人対5人。女子じゃない、その気されると俺女子になる。どうぞ。私たちはね、ラングが先乗ったんですけど、うん、普段私たち結構低めの車乗ってるんで、雪走る時も目線がやっぱ全然違うんですけど、高くてめちゃめちゃ安定してました。安定するよな。で、ひろきさんにちょっと横滑らして遊んでくださいって千谷さんが遊んでたんで頼んだらちゃんとやってくれました。めっちゃ安定してましたよ ね、 すごい安定感があって最高してもらって。楽だよな。めっちゃ楽でした。やっぱさ、雪はよく楽、はい、しかもこれ操作するのにハンドル切ってすごいニュートラルに落としてくれるんですよね。だからそのブレーキからターンインまでがものすごい自然にできるんで、うん、めちゃ乗りやすかったです。めっちゃ喜んでたよ。うわ、すごい楽しかった。見てて声が聞こえる。楽しそうだなめっちゃ喜んでた。もうなんかミキさんになってるよあれっつって。もうやっぱサイドついてるからさ、すげえ楽なんだよ。もうその向きを変えるのにアンダー出そうになったらサイド引いて滑らせてアクセル踏むっていうね。だからやっぱこのサイドは重要。そうですね、ラングラーもついてましたし、ね、ちょっとありましたよね、うん、はい、ひろき使ったの？あの、あまりにも助手席側でちょっとあんま手伸ばしすぎると怒られそうだった。どうなの、足さ。いや、そうなんですよ。危なかったんで、ちょっとまだ新婚なのに、いや、新婚でも雪道走りますから関係ない。それはそうだ、はい、ね、はい、だけど、どう？いや、私たちは初めて雪道を走らさせていただいたんですけど、もうね、楽しかったです。すごい、本当なんか最初はちょっと怖いかもなって思ってたんですけど、上手な、そう、上手。もうなんか持ってかれそうで、でも持ってかれなくてっていうのがすごい楽しかったです。走り屋の用語使ってんだよ。持ってかれそうで持ってかれわだちに、わだちに持ってかれそうで。素人女、こんな言葉使わないよ。確かに言わないっす。持ってかれそうで持ってかれない。すごい、楽しかったです。まあ、でもよかったね、喜んでいただけて。世界10位の横に乗ったんだよ。ありがとうございます。ね、貴重な経験をさせていただいて。もう上手に決まってる、ね、安心感すごかったよね。ということで、ね、よし自動車部、非常に喜んでいただきましたけれどもね、リスナーの皆さん、ふざけんじゃねえよみたいなね。俺も乗せろみたいな感じだと思いますけれどもね。こんな感じで、雪道軍祭走ってきました。ということで、お疲れでした。ありがとうございました。お知らせがあります。お知らせですか、はい、はい。この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く、一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、あの去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦しているじゃないですか、はい。まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか、働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは、ひろきさん、どんなところが一番魅力的ですか？個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当にあの一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に売ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてでトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そして、お、そしてブレスト、ブレス、あ、ブレスさんですね、はい、はい、板金塗装、そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。募集しています。ぜひあのトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めてあの全てやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。